福純太郎です。あれがよ、聞いたっていうよりはな、ちょっと危ないな。いや、結構聞いてる。聞いてました？うん、落ちてました？そう、多分記憶飛んでる。ちょっとマジか、マジか。カメラもいいですか？あ、すいません。全部の動きになんかちゃんと意味があって、仕掛けがあって、そこにこうちゃんとロジックがあるんですよ。